ドイツ一部のボルシア MG は10月26日、公式 X で日本代表 DF 板倉クコーが手術すると発表した。フォト、ノエビアスタジアム神戸に集結した日本代表サポーターを特集。場内編、板倉は今シーズン、開幕からリーグ戦でスタメン出場を続け、10月17日に行われた森安ジャパンのチュニジア戦、2から0、では先発し、72分までプレーした。 ただ、同22日のブンデスリーが第8節のケルン戦、3から1は、ベンチ外になっていた。ボルシア MG は、早く治してくれ、こう。こういたくらが足首の手術を受けることになった。長引く問題のため、この小さな手術が必要となった。そのため、26歳は数週間、欠場することになると報告した。この投稿には、 以下のような声が上がった。お大事に、早く良くなりますように、英手術するのか、お大事にしてください、幸君を思ったよりひどかった。お大事に、早く良くなりますように、アジアカップは間に合うんか。きつすぎる。守備どうするんや、ゆっくり休んでください。手術の成功と回復を祈っています。完全に治して戻ってくることを願います。炎症から手術にまで及ぶとは、 代表の要だけにじっくり頼む。日本代表は11月にワールドカップのアジア2次予選、来年1月にはアジアカップを控えている。守備のようである板倉の1日も早い復帰が待たれる。